激辛系 VTuber の唐辛子からしこです。今日なんですけども、救急車。はい、皆さんこんから激辛系 VTuber の唐辛子からしこです。今日はですね、ギネスに挑戦しようと思っていますが、食べるものは焼肉です。はい、というわけで見てください。一人ワン鍋がいました。焼肉でやっていくんですけども、紹介するギネスというのが、こちら、カロライナリーパー 100% 一味悪魔の粉末です。こちらですね、一番最初にご紹介した死のスパイスプレミアムというものを出している未来農業ファクトリーさんから出している唐辛子なんですけども、まあ、名前の通りギネス認定の激辛唐辛子キャロライナリーパーを 100% 使っております。言ってしまえばですね、世界で一番辛い唐辛子でございます。見てわかる通りですね、内容量少ないです。それでもこれ結構いい値段します。そのぐらいですね、まあ、値段と辛さは釣り合ってくると思います。食べるものに悪魔ってついてるんですよ。食べるものについてる悪魔なんて悪魔の実ぐらいですよ。2013年ギネスに登録されている一番辛い唐辛子だそうです。私が以前調べた時は、ドラゴンブレスチリっていうのが世界で一番辛い唐辛子みたいな紹介はあったんですけども、なんかギネスは登録されていないみたいです。食用じゃないんですかね。私も毒を食うつもりはありません。さて、じゃあこちらのですね、新しく導入した一人用鍋が出来上がるまで、ちょっと商品のご紹介を追加していこうと思います。七味唐辛子って基本的には普通の唐辛子を使ってるみたいなんですけども、他にもですね、皆さんよく知っている唐辛子ね、ハバネロとかチョロキアなんていうのがあると思いますが、今回紹介していくキャロライナリーパーというのが今一番辛い唐辛子として言われています。以前紹介していた死のスパイスはキャロライナリーパーを使った、調味料だったんですね。ハーブやら白身やらいろいろ入ってるので、そのまま舐めても美味しい。ただし辛みだけは少し抑えられている状態でした。今回そちらのキャロライナリーパーをですね、 100% 使った一味唐辛子を焼肉にかけてもりもり食べていこうと思います。今回この焼肉の中身が何かっていうと、こちらタンタローン、一人用鍋で焼いてます。出来上がるまでしばしお待ちください。出来上がったかな。お、いい感じいい感じ。めちゃめちゃうまそう。前もお話ししたんですけども、唐辛子が合うのは油が多いお肉です。なので高いお肉が買えない私みたいな貧乏人は、ホルモンや豚トロにかけて食べるととっても辛みを感じつつ美味しい焼肉が食べれると思います。慣れてない人にもおすすめです。慣れてないと油で多少カバーしないと口の中一生辛いものなので、はい、死のキャロライナリーパー 100% 死のスパイスもペロペロっとかけていきましょう。私もちょっと怖いので、最初は少量ぐらい。じゃあこちらを食べていきましょう。ああ、お皿忘れた。いっか、蓋だ蓋。めっちゃうまそう、やばい。さて、じゃあいただきます。匂いすごいな、唐辛子やば。本当に美味しい。単純に豚トロが普通に美味しいんですけども、キャロライナリーパーの辛みっていうのが何ですかね。他の唐辛子どんどん辛くしたものって口の中にこう剣山を打ち込まれたみたいな痛みなんですけども、これはですね、なんか鋭利なガラス片を口の中にいっぱい入れられて、それが体内に吸収されていく感じです。すごい鮮烈とした痛みですかね。あと、ものすごく鼻の中にスーッとした清涼感が通ります。今までにないぐらい通ってます。これはごめんなさいね、もう一個食べたいです。はい、いただきます。唐辛子って辛くすればするほど苦みが出るんですよ。でもキャロライナリーパーは少しでとてつもなく辛いので苦みが出ない。ただただ辛さと旨みを感じることができます。これはおすすめですよ。1000円近く払った甲斐あります。ダメだ、めっちゃ美味しい。最後もう一個食べちゃいましょう。はぁ、ちそうさまでした。ちょっと煙いですね。はい、というわけで、キャロライナリーパー 100% 一味悪魔の粉末でした。注意があります。今喋っているところは、食べた後の別撮りで撮ってるんですけども、部屋で焼肉をしたところにそのままかけると、ちょっとキャロライナリーパーが空中に散布されて、鼻がやられました。なんか、あれ換気うまくいってないかな、大丈夫かな、鼻すごく痛い、やばい、あ、目も痛い、あ、気をつけないと、早く換気しないと、再放置になっちゃうって思うくらいの鼻の痛みが来たので、かけるときは火から下ろして、ちょっとずつパラパラっとかけてあげてください。辛さ大丈夫な人しかやらないと思うんですけども、辛さ大丈夫じゃない人はこれ食らうと多分健康被害が出るかもしれません。当社は責任を負いませんので自己責任でお願いします。はい、ここでお知らせがございます。近々ですね、私、モデルを一新にさせていただきます。もちろん今まで使ってるモデルも使うんですけども、もう少しデザイン性を凝りに凝って可愛くかっこよくしてみようと思いますので、ぜひご期待ください。3月中にはですね、発表できると思いますし、そちらを使った自己紹介動画やお披露目動画も準備しようと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あかん、まだ鼻痛い。皆さん本当に気をつけてください。多分メガネがなければ即死でした。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローもよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうがらしでした。バイバーイ。